こんにちは、ゆうかわすです。先日レビューしたこちら、マハロのソプラノウスレレ MS-1 という機種なんですけれども、こちら3000円台で買える信じられないコスパのウスレレなんですけれども、音色がやや安っぽいかなと、私の方で感想を述べさせていただいてました。詳しくはですね、右上のリンクからご覧いただくとして、逆にですよ、逆を言えば、音色が改善されちゃえば弱点なくなるんじゃね?今言えるわけですよね。ということで今回はこの MS-1 の弦を交換してどのぐらい音色が変わるものか検証してみたいと思います。交換する弦はですね、こちらじゃん、ワースのブラウンミディアムに交換してみたいと思います。もともと貼られた弦はアクイラのスーパーナイルガットが標準で貼られてますので、こちらをちょっと細めのですねフロロカーボン弦に変えていくということになります。じゃあ早速やってみたいと思います。ではアーニーボールのパワーペグというですね、ツールを使って弦を緩めていきたいと思います。今ちょっと面白いことを気づいたので報告したいと思います。サウンドホールの中、見えますかね?サイドメンバーが1本入ってるんですけれども、中抜き加工がされてますね。うん。これはサイドメンバーの、要するに力木の、重量を軽減して鳴りをより良くするために、こういう加工がしてあるんだと思います。普通の安いウクレレにはここまで凝った構造パーツは使われませんね。で、ワースの弦なんですけれども、こちらご存知の方多いと思いますが、ワースの弦はですね、一つで2本分のウクレレの弦が取れます。まず最初、弦交換の際にやるべきはですね、この弦をこう半分こにカットするということをまずやります。ワースの弦、巻き尺で測ってみましたけれども、118センチありました。MS-1 には52センチあれば十分だと思います。ので52センチでカットします。残りはちょっと長めに残るんですけれども、この長さであれば、ノバユーにも装着ができますのでね。はい、一旦貼れましたね。まだ弦が馴染んないんで、少し馴染ませていきたいと思います。余った弦。これ残してる人いますけど、私は基本的に切ります。一旦巻いた弦を再利用することは基本的にないので、飛び出してるとね、指ついたりするんですよね。弦が落ち着くのを待ってる間にですね、ボディのエッジのちょっとザラザラしたところをですね、補修してみたいと思います。カメラだとね、ちょっとよくわかんないと思うんですけども、ちょっとここ指で触ると、ザラザラ音がするんで、サンドペーパーの目の細かいものですね、これ600番です。600番で、軽く刷毛とかで粉を飛ばしてあげれば、これでもう角のザラザラなくなりました、うん、他にも何箇所かあるんでね、確認して、ザラザラなくしておきたいと思います。おおむね弦がね落ち着いてきましたので、ちょっとサウンドチェック改めてしてみたいと思います。Thank you.
はい、いかがだったでしょうか。かなりね、改善されました。というよりもですね、いい音じゃないですかね、かなり。うん、僕この出音かなりいい出音だと思いました。もともとアクエリアのスーパーナイルガットが貼ってあったんですけれども、ボディの鳴りが良すぎるせいでちょっとブーミーな感じになってたんですよね。少なくともこのマハロの MS-1 にはですね、ワースのブラウンミディアムの方が合ってる。3000円台のウクレレでこの音色が出てたら、もう全然バッチリ OK だと思います。はい。出音自体もですね、すごく大きな音が出るっていう傾向は、弦を張り替えても変わってなくて、うん。澄んだ音色が大きな音で鳴るという感じになってるので、ソロ演奏した時にも音抜けがいいと思いますし、弾き語りの場合は、楽器の音が大きく出るので、ウクレレに負けないように、声をね、張って歌う必要があるのかなというふうに思います。で、マハロの MS-1 を使った弾き語りの模擬演奏っていうかですね、演奏動画をサブチャンネルの方にアップしておきますので、合わせてご確認なさってみてください。はい、ということで今回の動画は、マハロの MS-1 3000円台の激安ウスレレにフロロカーボン弦を貼るとどうなるのかと、検証大成功と、はい、ということで以上になります。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。